そうなんです。この間の、ちょうど宿題やってて、休憩の合間の時間に、その時にあの隣にいらっしゃる松岡さんに、その私が分かんないとこがあって、そこに聞いたんですよ、これってルートの時って1っていらないんでしたっけって聞いたら、すいません僕自慢じゃないんですけど数学は本当にダメでしてって言われてあ、そうですか、ありがとうございますって言ったんですけど、はい、松岡さんは数学は苦手に、数学が苦手、はい、でも10時半から一挙って一挙何時になるんですか松岡さん。え5秒前4321多分3時間半ぐらいじゃないかな。あだと絶対違うと思います。あれ30分かける10で300分。300分かける390分とは何時間ですか。60で割りましょう。松岡さん390÷6。皆さん助けてください。皆さん助けてください。12？え？違う、12やで。6時間だったよ。5時間30分ぐらい。6時間半。まあ6時間ぐらい。424分？え、待って。助けて。助けて。6時間半。朝の4時。24×13に休暇を入れて。休暇ってなんだ。休暇しない。休暇しない。ノンストップよ。5時間ぐらい。5時間ぐらい。